はい、皆さんどうも、ブランド品鑑定士東江です。今回の動画なんですけども、たったこれだけ、皆さんのご家庭にもある、で、簡単に血液汚れを落とす方法。ということで、ご紹介していきたいなと思うんですけども、今回ご紹介する方法は、かなり有益な情報。そして、ネットの記事とかにもね、そうそう転がっているものではないような情報を、皆さんにお伝えしていきたいなと思いますんで、まだちょっとね、段階的には早いんですが、必ずいつか役に立つかなとは思います。そして、老若男女、すべての方にとって役に立つね、有益な情報ではないかなと思います。特に今回はですね、血液汚れ、まあ、例えばね、女性の方であれば、女の子の日にね、外出先で突然なってしまってね、大切な下着をね、汚してしまったりとか、そういった実体験をね、持っていらっしゃる方も非常に多いんではないかなと思います。そこで今回はね、かなり役に立つ、情報をね、皆さんと、共有していきたいなと思いますので、今の間にですね、高評価ボタン、押しておいていただければなと思いますので、今回の動画もよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はですね、女性の方であれば、外出先で突然女の子の日になってしまって、大切な下着をですね、汚してしまって、まあ、すぐには洗えない状況ですよね。そんな時になかなかやっぱり血液汚れというのは、放置すればするほどですね、汚れというのは落ちにくくなってしまいます。そして男性の方でもですね、ちょっとした出来物を引っかいてしまったり、そして、ちょっとした怪我でね、服とかを汚してしまったりした場合にですね、なかなかすぐに気づけずにですね、すぐに対処することができずになかなか取れない血液汚れになってしまった。このような経験ある方っていうのはね、まあ結構いらっしゃるかなとは思うんですよ。そういった時にですね、このような、まあ医療用の漂白剤ですね。はい。こういったものを使われる方多いと思うんですけども、実際にこれだけではね、落ちないことって多いんですよ。でですね、そんな時に、まあ、インターネット等を見てればですね、まあ、血液汚れの落とし方というのはいろいろ出てくるんですけども、それでも落ちない時って結構多いと思うんですよ。で、そこでですね、今回ご紹介するのは、皆様のご自宅にもあるんではなかろうか。で、もしなかったとしてもですね、簡単にドラッグストアなどで、購入して、しかもかなりお安い金額でですね、処理してしまえると、はい、対処できるといったようなものをご紹介させていただきます。ちなみにですね、何の案件でもございませんし、通常、こういった使用方法ではありませんので、というのは血液汚れをですね、落とすためのような、商品ではないので、まあ、そこはね、ちょっと使用方法は異なるんですが、ただ血液汚れも綺麗に、落とせてしまうというね、事実はありますんで、ちょっとね、その商品をね、ご紹介したいんですけども、そのどこにでも売っているものですね。はい。そして皆さんのご自宅にもあるんではなかろうかというものが、こちら。はい。これです。カビハイターですね。はい。で、こちらのカビハイターを、かけるだけでですね、結構女の子の日の、汚れ、血液汚れというのは、外出先から帰ってきてですね、結構もう数時間経った後になってしまうと、汚れって落ちにくいんですよね。まあ僕男の子なんで、詳しいことはわかんないですよ。はい、詳しいことは結構血液汚れに関しては、時間が経てば経つほど落ちにくくなってしまうので、そういった時にですね、こちらのカビハイターがあればですね、簡単に綺麗に落とすことが可能なんです。で、実際にですね、今回、血液汚れが付着したものを準備して、映像としてね、お届けすることというのはちょっと難しいので、実際の効果というのは、皆様自身で試してみてください。ただですね、本当に効果てきめんなので、実際にこの動画が役に立ったなと思っていただければ、ぜひね、コメント欄でね、教えていただきたいです。で、こちらのカビハイターの使用方法としては、まずですね、付着した血液汚れを水で洗い流します。で、これに関しては、お湯で洗い流してしまうと、血液が落ちにくくなってしまうので、必ずね、こちらは水で洗い流すようにしてください。そして、ある程度表面的な汚れが落ちましたら、こちらのカビハイターですね。このカビハイターを、数プッシュ、はい、その汚れの部分全体にかかるように、かけてください。そしておおよそですね、15分ほど放置していただいて、洗い流していただくと、まあ、綺麗になってます。ただですね、今回、この動画の内容を試していただく前にですね、ある程度ご自身で、例えばこういう医療用の漂白剤等を使っていただいてですね、実際に汚れが落ちないかどうか試していただいてから、最終手段としてこちらのカビハイターで試してみてください。で、もちろんですね、これ先ほどもお伝えしたんですけども、カビハイターというのは、血液汚れを落とすようなものではもちろん商品としてはないんですよ。なので、最終手段として使っていただく。そして生地の素材、そして色などによってはね、あまりおすすめできない場合もあるかもしれないので、そのあたりをですね、使用上の注意点としてあらかじめお伝えしておきます。はい、ということで今回の動画、いかがだったでしょうか。まあ、参考に、ね、なったかどうかはね、実際に、そういう体験をされて、カビハイターを吹きかけてみて汚れが落ちるかどうか、ここまで試していただいてね、ようやくわかるとこなんですけども、実際にこれで落ちますから、はい、安心してください。で、血液汚れがね、なかなか取れずに困ってらっしゃった方、はい、そして今現在ですね、いろいろ検索した上でこの動画にたどり着いた方、すぐにですね、水で洗い流して、その後、このカビハイターをかけてみてください。綺麗になったかと思います。それでは今回の動画参考になったなと思っていただければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram、TikTok などもやっておりますので概要欄の方からチェックしてフォローの方もよろしくお願いいたします。そしてベルマークの通知登録も忘れずに。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。